湖自体は初めてなんですけど、初めて、はい、でも北海道は大好きなので多分もう10回以上来てます。大好きなことですね。結構いろいろ行ってて、うん、マイナーなところだと利尻島とか、あ、利尻とか、うん、島も行きましたか。行きました。いや、かなりじゃあもう北海道はもう知られてる感じですね。大好きです。まずなんかこっちの方に車を走らせてきたタイミングで、え、なんか黄色いみたいな、あ、はいはいはい、紅葉がまだ本州始まっていなくって、うんうんうん、その結構山の上の方まで登っても、うんうん、なんか全然緑だなっていう感じだったので、なんか秋を先取りできた感じというか、すごい楽しかったですし、なんか雪ないと全然何もなかったらどうしようって思ったんですけど、めちゃくちゃ駅もインスタ映えしてたりとか、今ハロウィンですしね、なんかあの高橋牧場さんに行かせていただいたら、なんかチーズのなんかなんていうんですか、濃厚さとかがすごくってびっくりしました。なんか見るとこいっぱいあって、仕事しなきゃいけないんですけど遊びたいなっていう気持ちのせめぎ合いが。結構がっつり、あの連絡はフリーランスなので、うんうんうん、あ、関係なく来るというか、うんうん、どんどん入ってきちゃうので、あの夜の時間、昨日の夜を、うん、あのキッチンがついてたんですよ、泊まったところに、はいはいはい、なので道の駅でなんかじゃがいもとかを買ってきて、うん、でバター買ってじゃがバターみたいなのとかを作ったりして、 あとあの何ですか、焼きそば弁当、北海道限定のやつとかを食べたいってなったので、もうホテルでご飯にして作ってる、家族が作ってくれてる間に私は仕事をするっていう感じだったりとか、いいですね、家族がのんびり YouTube 見てゴロゴロしてる間に働くっていう感じでした。そう、施設どうでしたか？コンドミニアムタイプって今まで泊まられたりしたことありますか？いや、なんかまずあの、なんていうんですか、バスルームも2つあって、うんうんうん、ベッドルームも2つあって、うん、すごいびっくりしました。そう、 2LDT ですかね、今回は。そうですね、お部屋が2つあって、なのでなんか女子旅とかしても楽しそうだなというか、うんうん、そうですね、リラックススペースとダイニングの仕事と分けれますよね。分けれます、ね、なので YouTube ガンガン流されても、うん、ゲームされてもそんなに気にならないというか、うん、スペースがね、あるから。すごいスタッフさんも親切で、結構話しかけてくださったりとか、なんかすれ違ったりするときもすごい笑顔で挨拶してくださって、なんかフレンドリーな感じがしました。人が優しいというか、うん、そのなんていうんですかね、例えばお店でおすすめ教えてくださいとかっていうと、なんかもうその相手の好みとか関係なく、うん、なんか、あ、うちのおすすめはこれですみたいに勧められることが今まで経験的に多かったんですけど、うんうん、どういうのが好きですかと か、なんか例えば、ね、チーズ好きですかとか、なんか質問してくださって、うん、なんかその好みに合わせて、あ、じゃあこれかなみたいな、だったらこれかなみたいな、なんかそれが今まであんまりなかったので、ちょっとびっくりしたというか、例えば道の駅でじゃがいもを何買おうってなっても、なんか何にしますかみたいな、でじゃがバターにしたいです、あ、じゃあこれかなみたいな、なんかすごいフレンドリーというか、なんかコミュニケーションが密というか、すごいそれが印象に残ってます。なんか私もそうですし、どちらかというともうスキーをする人の場所っていう感じがあると思うんですけど、なんか自然がすごい豊かなイメージがあって、なんかあの上の方、道がもう閉鎖され、28日で閉鎖されてたので行けなかったんですけど、一応知らなくて登あの車で登ってたんですよ。そしたらなんか車いっぱい止まってて、登山の方、加工した方がすごい歩いてらっしゃるしたので、なんか山歩きとかもできたら楽しいだろうなと思って、ね、なんか冬の時期じゃない時期も楽しめる場所なんだっていうのをすごい感じたので、また来たいなって思いました。 ありがとうございます。